手相二重線がやばい、あなたにもある？感情線、頭脳線、生命線、運命線、これらは手相の四大線と分類されることもある代表的な手相です。今回はこれら基本小線が二重に出ているケースの意味を詳しくシェアしていきたいと思っています。いずれにしても少し珍しい手相だからこそ、著名人、有名人にも多いと言われています。それでは早速見ていきましょう。二重感情線。感情線に沿うような線があり、二重になっているパターンです。非常に愛情や感情が豊かで、周囲から人気がある方に多いです。本人に自覚があるかないかはともかくとして、何をしてもあまり憎まれることのない誰からも好かれる方でしょう。生きていればさすがに多少の喧嘩や性格の不一致はありますが、この手相の持ち主は人間関係で深く悩むような事態にはなりません。そんな人間関係のスペシャリストとも取れる二重感情線の持ち主ですが、意外や意外、恋愛はちょっと苦手であったりします。自分の良さが出せず素直になれないこともあるでしょう。また非常に情熱にあふれる方である傾向にあります。仕事と家庭と趣味と複数の事柄にもそれぞれ全力投球できるため、全てを両立させて充実した人生を送ることができるでしょう。なお大体の出現確率は 3% ほどと言われています。ちなみに元メジャーリーガーの松井秀喜さんにはこの二重感情線があったと言いますよ。二重頭脳線。頭脳線が2本ある方は非常に頭が良く多彩だと言われます。さらに物事を掘り下げて考えることができる冷静な方でしょう。計画や分析、数字の取り扱いなどは得意で、かつ頭の回転が速く面白いことも言えるので、いわゆる仕事ができるというタイプの人にも多い手相です。マルチな才能を生かして兼業をしたり自営業として働くスタイルも向いていることでしょう。個性が強い傾向にあるので、周りからの評価は意外と分かれてしまいそうです。天才と称えられる場合もあるでしょうし、変わり者と癖者扱いされてしまう可能性もあります。ちなみにキングオブポップことマイケル・ジャクソンにはこちらの二重頭脳線があったと言われています。二重生命線。二重生命線とは本来の生命線の内側に平行するように伸びている線のことです。一般的に精神的にも肉体的にもタフで体力があります。病気や怪我にも強いと言われ、夜勤や徹夜にも耐えられます。健康でいられる期間が長い傾向にあります。全く病気にならないわけではないですが、回復力は周りと比べてもずぬけていることでしょう。仕事が多忙な人、スポーツ選手などにも多いと言われています。介護や看護など体力と献身的なマインドが必須の職業にはとても向いていることでしょう。なお二重生命線の所持者の中には、一見するとお世辞にも体が強そうには見えないという人も数多くいらっしゃいます。本来の生命線とほぼ同等の長さ、明確さのものが出るケースは比較的稀で、2から 3% ほどと言われています。千原ジュニアさん、羽生結弦さん、吉田沙保里さんなどがこちらの手相を持っていると噂されています。二重運命線。綺麗で長く明確な図のような二重運命線をお持ちの方は、強運の星のもとに生まれた選ばれし方でしょう。波乱万丈、山あり谷ありの激しい人生を送る可能性も高いですが、最後には一般人がたどり着けないような場所まで歩んでいることでしょう。
強運ですので、たとえ苦しいことがあってもあまり考えずに、その時やっていることに集中すべきです。そうしていると、おのずと事態は良い方向に進んでいきます。なお、仕事面においてとてもセンスがあり器用なので、副業をしたり兼業をしたり、マルチな働き方もできるでしょう。志村けんさん、浅田真央さんなどがこの手相の持ち主だという情報もあります。今現段階では二重線がないという方も、手相は日々の生活習慣、心の在り方、仕草などによって次第に変わっていくものと言われています。ぜひふとしたタイミングで再び確認してみてくださいね。もしよかったら高評価ボタン、チャンネル登録、そしてコメントもお待ちしています。